はい、今日は私の先祖を紹介をします。はい、こちらは私の祖父です。明治13年生まれで、80歳で亡くなっています。はい、次は私の祖母です。明治16年生まれで94歳で、亡くなっています。はい、次は私の叔父です。大正9年生まれ、26歳でニューギニアで戦死しています。はい、昭和43年、天皇陛下より叙勲になっています。はい、靖国神社にも祀られています。で、私は今遺族会の会長もやっています。はい、次は私の父です。明治、39年生まれ、祖母と同じ94歳で他界をしています。はい、次は私の母です。明治44年生まれ、90歳で、やはりうちで、亡くなりました。次は私の次男、36歳で癌で亡くなりました。みんな千の風になって私たちを見守っている方々です。はい、今日は私の先祖や亡くなった人たちを紹介しました。